KPC チャンネル。PDCA スクール。はい、どうも皆さんこんにちは。高専プロモーションチャンネル谷にでございます。高専生の語彙をプラス50、英単語力アップということで、毎週金曜日はこのコーナーやらせていただきます。英単語を、似たような言葉、反対言葉、派生語などなどまとめて覚えるべき英単語をまとめて楽に覚えていこうというコーナーでございます。この動画は高専生高専受験のための YouTube チャンネル、高専プロモーションチャンネルと、高専生高専受験のための学習塾 PDCA スクールの提供でお送りいたします。それでは早速やっていきましょう。まず上からですね、似ている言葉をどんどん集めていったんですけど、まず最初 argue と argeこれですね、argue の方、ほにゃららだと主張するという意味なのですが、主張するという意味の単語、動詞はですね、たくさんあるんですね。たくさんあります。で、まずですね、この主張するという似たような言葉をまとめて覚えてほしいので、それぞれの、細かいニュアンスを今ここに書いていますけど、概要欄にですね、まとめサイトの URL を貼っておきます。ですので、別途ですね、この動画を見終わった後など、余暇を使って、この主張する、極めてみてください。ここね、結構、なんて言うんでしょうね、細かいニュアンスからやっていくとですね、やっぱりストーリーから入っていきますので、覚えやすくなります。それじゃあ、どんどん先進んでいきましょう。次ですね、award と reward なんですけど、後ろにアクセントがありますね。ここ、A ですね。ちょっと書き足しておきます。O に見えるからね。後ろにここアクセントですね。後ろ、reward、award ですね。それぞれですね、賞、報酬、で、あと、与える、報いるという意味なんですけど、ですね、報酬という英単語、あともう一つあるので、調べてちょっとコメント欄で教えてください。よろしくお願いします。これセットで覚えてほしいですね。じゃあ次いきますね。acquire, inquire, require ね、全部似てますが、これですね、ここが一緒ですよね。で、プラスでちょっとね、セットで覚えておいてほしいことがありまして、このホニャララを獲得する、身につける、何かスキルとか知識を身につける、得るという意味なんですけど、プラスで覚えておいていただきたいのがですね、この obtain, get, gain。これも似たような言葉なのでセットで覚えておいてほしいところです。物とかをゲットするって意味で使われない方が acquire の方ですね。で、 require の方なんですけど、この単語はですね、似たような言葉が、尋ねるという意味で似たような言葉が request と、あともう一つ demand がありますね。これ全部要求するという意味なんですけど、イメージとしてはですね、こちらがやむを言わさずにも強制的になんか強く要求するイメージが demand で、 request は、日本語で request っていう通り、その頼み事が本当に願いというか、それが叶わない、とは限らない、叶うとは限らない時にお願いする時の要求するというふうに、それぞれ区別して覚えておいていただきたいなと思います。なのでですね、それぞれ動詞でございますね。要求するという動詞ですね。で、続いていきましょう。 accurate、 accumulate なんですけど、accurate は正確なという形容詞ですね。で、 accumulate なんですけど、蓄積する、集めるというふうに書いてますけど、情報学科の人だったら分かると思うんですけど、パソコンの素子の一つでですね、アキュムレーターというのがありまして、これどんどんね、値とかをどんどん貯めていって格納する、役割を持つ素子みたいなものなんですけど、アキュムレーターとアキュムレートセットで覚えますよね。で、 8ですね、この ATE で終わる言葉っていうのは形容詞か動詞になるというふうに覚えておくと、後から推測が効いたりしますからね、おすすめでございます。じゃあ次いきましょう。アドミタンス、これ入場許可って意味なんですけど、次ですね、アドミッションってよく聞きませんか。アドミッションポリシーね、推薦入試を受けた人はご存知かもしれませんけど、アドミッション自体にこれ入学って意味もありますね。なので、アドミッションポリシーで入学の方針、入学してくる子たちの、大体のおよその方針として定めたものがアドミッションポリシーというふうに言われるわけです。つながっていきますよね。じゃあ最後が、アドミニストレーションですね。これ行政とか管理って意味なんですけど、そもそもあれですね、こっちで使われることがね、パソコン扱う人はよくわかるかなと思います。管理アカウントのと、管理アカウントとかがね、こういうふうにアドミンっていうふうに省略されてね、書かれてると思いますけど、これはね、アドミニストレーションのアドミンになりますね。プラスで覚えておいていただきたいのが、メネスターとアルメネスターが、セットで覚えてほしいところですね。メネスターが大臣というのは、実際にね、政治を行ったり、執行したりする人たちなので、ホニャララを収める、管理するということで、アドミネスターというふうにセットで覚えておいてほしいです。で、次行きましょう。アポロプリエトリーとアポロプシメイトリーですね。こっちがですね、適切にふさわしくというふうに書いてるんですけど、セットで覚えていただきたいのがありまして、プロパリーですね。プロパリー。で、やっぱりですね、形容詞プラス ly は副詞になりますから、両方ともね、なってますよね。形容詞じゃないですね。間違えました。ここ、副詞です。で、実際にそうなってるか見てみるとですね、ちゃんとなってるんですよね。プロパーというところが適切なっていうね、形容詞になってます。で、こっちもですね、アポロプリエイトでふさわしい、適切なっていう形容詞ですから、やっぱり形容詞プラス ly というふうになっているところに注目していただきたいですね。で、プロパリーとアポロプリエイトリーはセットで覚える単語です。じゃあ次行きましょう。ね、これおよそって書いてますけど、これアバウトと同じ意味です。堅苦しくね、表現すると、フォーマルな形で表現すると、アポロキシメイトリーですね。長いですよね。アバウトでいいじゃんって思うかもしれませんけど、使い分けです。で、これですね、最初の文字が CR で揃っているということで、まとめてみました。クライム、罪、クライシス、危機、クリティック、批評家、クルーエル、残酷な、クルーシャー、重大なということで、ここの、範囲大丈夫でしょうかということで、一旦ね、ここの解説は終わろうと思います。上から、argue, urge, reward, award, acquire, inquire, require, accurate, accumulate, admittance, admittance, admission, administration, appropriatory, approximately, crime, crisis, critic, cruel, crucial ということでお願いします。じゃあ次のページいきます。よいしょ。次がですね、 confess ということで、 con はですね、この前以前先週やった通りですね、共にとか協調の意味でしたね。共に協調というプレフィックスって言ってですね、あれです、接頭辞ですね、プレフィックス。
頭につく、ね、意味を持っていたりね、次の言葉を強めたりする言葉のことをプリフェックス、接頭辞、接頭辞って言いましたよね、確か、接頭辞。どんどん余裕があったら接頭辞、接尾辞はですね、どんどん覚えていってほしいかなと思います。で、今回の場合はですね、共にフェスっていうのはですね、語源としては認めるという意味なんですよね、ここ、認める。だ共に認める、もしくは認めるを強調されているというふうに判断すると、そう、白状する。ね、取り調べ室をね、思い浮かべてみてください。ね、認めるということを強調されているということは、白状するという言葉になってもおかしくないよね、ということで、コンフェンス、白状する。で、コンフューズ、困惑させるという意味なんですけど、コンフュージョンでですね、混乱という名詞になりますから、気をつけておいてください。コンフュージョン。コンフュージョンで混乱という名詞になりますから、セットで覚えておいてください。で、次、コラプス。コリジョン、コラプト、それぞれなんかね、負のイメージがある言葉だということはセットで覚えておきましょう。ここが似てますよね。COLL、CORR ということで、似たような、ね、言葉を、セットで、並べておきました。上から崩壊、崩壊する、コリジョン、衝突、コラプト、墜落した、ホニャララを墜落させるということで、よろしくお願いします。じゃあ次、コンプリケート、これ複雑にするという意味なんですけど、これね、無理やり形容詞化する、すなわち、あれですね、過去分詞にすると、コンプリケーティッドということで、これ複雑なという形容詞になりますね。まあ、詳しくは過去分詞なんですけど、分詞イコール形容詞ということで、コンプリケーティッド、複雑なという意味になります。まあ、直訳すれば複雑にさせられたですかね。複雑にされたということで、複雑なという形容詞になります。で、コンプリヘンドなんですけど、これですね、コンプリヘンシブでよく出てきますね、TOEICなんかで。コンプリヘンシブ。まあ、包括的なとか、全部取りまとまったみたいなイメージですね。全部意識でまとめてセットみたいなイメージを持っておいてください。コンプリヘンシブ。で、動詞形がコンプリヘンで、理解するということでお願いします。で、コンベンション。これ次ですね。コンベンションで、慣習集会というふうに訳すんですけど、形容詞でよくね、セットで覚えておいた方がいい言葉ですね。コンベンショナル。これでですね、従来のとか前々の方法とかでね、よくセットで出てきたりします。前々の従来のですかね。従来のでよく出てきますよ。従来のコンベンショナル、コンベンション。で、コンサーベーション。ね、コンサーブの、まあその名詞形かな。コンサーベーションで保護。で、コンサーベーションと混ざるんですね。コンサーベーション。会話とこの保護で混ざるので気をつけておいてください。これとこれね。これとこれ混ざるんで気をつけてください。で、次行きましょう。コントラディクションと、コントラバーシー。これですね、この2つセットで覚えておいてくださいね。矛盾、反論と論争。結構似てますからね。もし不安な方はですね、ぜひぜひ、時間の関係上ちょっと言えないんですけど、やっぱり語源ですね。コンと、この残りのところの語源がどうなっているのかっていうのを調べて、丸暗記しないように頑張ってください。で、次行きましょう。consider label と considerate ですね。この後ろの言葉がね、ヒントになってくるんですけど、consider が調考する、より深く考えるという意味なんですけど、動詞ですね、これ。ということでどうなってるかっていうと、consider label、まあ、考えるという意味なんですけどね。深く考えることができるってことで、かなりの度合いだよねってことで、かなりのって意味になりますし、これね、及ぶとか及ばせるって意味になるんですよ、8って。及ぶ、及ばせるなので、どうなるかっていうとですね、考えを深く考えを及ばせる、まあそういうことで思いやりのあるということに転じるというふうにされてます。こういうふうに覚えておきましょうね。この2つはかなりこんがらがるので、ま、なるべくね、丸暗記に頼らずにやっていきましょう。ね、深く考えることができるってことは、かなりのものだと。これが最初ね、この1番目の方、コンシダレイボー。で、2番目のコンシダレイトっていうのは、深く考えを及ばせることができる、及ばせるということで、いろんな人に気遣いができるから思いやりのあるというふうに形容詞で覚えておきましょう。じゃあ次行きましょう。次がね、デイリー。まあ、ソシャゲとかやってる人だったらね、わかると思います。デイリーボーナスとか言いますもんね。これもね、名詞プラス ly になっててですね、先ほどですね、形容詞プラス ly は副詞だよっていうふうに言った通りですね。これと同じような法則で、名詞プラス ly で形容詞になりますよっていうことはセットで覚えておいてください。これね、覚えておくと知らない単語が来てもね、予測できたりしますからおすすめです。ということで、day と ly で形容詞になっている、日々のという意味になってます。daily。で、次は daily ですね。搾乳場ということでね、牧場みたいなイメージを持っておいてください。で、プラスダイアリーですね。紛らわしい。最後が日記ですね。じゃあ最後ですね、最後の行4行見ていくと、deceive、deprive、deprive、despite ですね。もうやめてくれって感じなんですけど、deceive、騙すですね。他に騙すっていう意味、コメント欄で教えてください。調べてね、書いてみてください。で、次ですね。deprive なんですけど、これね、剥奪の部というふうに言われますね。すいませんね、ちょっと漢字で書きたいんですけど、ひらがなで失礼します。剥奪の部というふうに言われますね。例えばね、同じような、似たような漢字じゃないね。同じような、英単語動詞で、love というのがありますけど、やっぱりね、誰かから奪ったりとか、まあ、なんていう、強奪するみたいなイメージの単語の時は、この剥奪の部っていうのがつきます。オブ自体がですね、まあ、以前ですね、いろんなところでも話してますけど、A of B っていう風に来たらですね、B という母体があって、その母体から A がビヨーンって飛び出ているというイメージを持っておいてくださいっていう風に言ったりしてますね、よく。まあ、もしくは方眼関係にありますよとか言ったりするんですけど、このオブのイメージはね。これめっちゃ大事なんですけど、まあ、この時にね、この剥奪のオブのここの部分ね、B から A が引き剥がされる的なところから、奪う、剥奪するという意味が、派生しているという風に言われているようです。ということでね、奪う、まあ、deprive, rob とか snatch とかね、そういう、奪う系の、単語はセットで覚えておくとよろしいと思います。で、次行きましょう。軽蔑するね、despise ということでね、セットで覚えておいてください。で、最後は despite ですね。にゃららにもかかわらずですね、これね、セットで覚えておいてほしいのが、前置詞的に使いますよということで、inspire obey、inspire obey ということでね、セットで覚えてください。じゃ
ゃあ最後のページ行きましょうか。よいしょ。次ですね、イナニマスとニューメラスというふうに書いてますけど、これセットで覚えておきましょうね。まあ、たくさん打ってたらもうキリがない、たくさん表現があるんですけど、とりあえずこの2つ。で、フルエント、フリクエントですね。フルエント、フリクエント。これ流暢なで、まあもちろんこれ形容詞ということで LY をつけたらですね、流暢にという意味になります。フルエントリー。まあこれ何か語学の勉強してたりとか、あなた上手に喋りますねの時の、上手ですねの時の、まあその言い換えがフルエント、フルエントリー、流暢なという意味になります。で、フリクエントが、頻繁に起こるということで、これもですね、LY つけることできたはずです。フリクエントリー。フリクエンシーで周波数とかでしたよね、確か。どんどん派生していって覚えておいてください。で、ジェネラス、ジニアス、ジェヌワンですね。これジェヌワンって読むんで気をつけてください。それぞれね、結構出ますね。これ読みにくいからね、出ます。セットで覚えておきましょう。で、プラス、ハビット、ハビタンチなどなどありますけど、ハビタンチ、生息し、習慣、住人、ホニャララに住んでいる。これも何かね、どっかに住んでいる、定住している、生息している系の、言葉でセットで覚えておくといいでしょう。で、プラスですね、ハビットが個人的な習慣、で、カスタムがですね、社会的な慣習というふうに、それぞれ習わしという意味はあるんですけど、それぞれ違うんですよね。例えばこっちだったら何かっていうと、歯を磨いたりとか、早く起きたりとか、弟と一緒にお出かけするとか、そういう個人的な習慣なんですけど、カスタムの方はですね、例えば毎年夏になるとこの町は祭りをするんですよとか、昔のこの集落ではね、誰かを生贄に捧げてたんですよみたいな、そういう社会的な慣習をカスタムって言ったりしますね。そもそもカスタム自体もうちょっと多義語なんでね、あの税関とか関税とかね、意味があるんですけど、めんどくさい言葉なんで、また詳しく調べてみてください。じゃあ次行きましょう。インファント、インセクト、インスティンクチですね。それぞれ幼児、昆虫、本能ということで、それぞれインナンチャラ、インナンチャラで最後に T が終わるということで、ちょっと似てるということでまとめておきました。インファント、幼児、インセクト、インセクト大丈夫ですよね。昆虫、インスティンクチ、本能ということでセットで覚えておきましょう。で、最後が、まあ、その INT 関係で似てるということで、紛らわしいということでまとめておきました。Intend to do でほにゃららするつもりである。Intense で激しい。Intent で意思。で、Intensify でほにゃららを強めるということで、この2つはちょっとセットですかね。Intense と Intensify ということで、激しいとか強めるというね、あ、何かを激しくするんだということでセットで覚えてください。はい、ということでね、3つ見てきましたね。この1、2、3ページ分ね、ちょっとここ、日本語の部分をちょっと隠してやってみてください。今回もね、概要欄の方にこの PDF のデータね、隠して練習できるように貼っておきますので、ぜひともご利用ください。はい、ということでですね、終わりたいと思います。ぜひね、あの概要欄に貼っておきましたので、まとめサイトだったり、この、PDF のデータを使ってみてください。はい、ということで今回も55以上やったので終わりたいと思います。この動画は高専生高専受験のための YouTube チャンネル高専プロモーションチャンネルと高専生高専受験のための学習塾 PDCA スクールの提供でお送りしました。それではまた来週金曜日ね、あの英単語のね動画開けたいと思いますので、またよろしくお願いします。高専生の語彙をプラス50シリーズということで、また来週やっていきましょう。それでは締めさせていただきます。あなたの選択肢に高専を。 PDCA スクール。Thank you for watching till the end. Please subscribe to our channel.